はい、皆様、こんにちは。こんばんは。てるてる百貨店てるカイザーです。今日はね、えー、先日 Amazon で購入したものを、えー、開封レビューしようかと思っております。まあ、お得に買える開封レビューという形でやらさせていただいております。でね、これからの年末年始、い、ま、ろ、あ、んなシーンでね、撮影とかするかと思うんですけど、その中でね、 えと三脚になる自撮り棒みたいなのが売っていたのでこちらの方を購入しましたで一応型番がね MT16 って形で、えーとね、これメーカーねっ、えー、とビジムっていうんですかね一応ねそういった名前で売られているものがありましたので、えー、とメーカーはねメーカーっていうかねストア名がっ、ねえー、とビジムって書いてあって でこちらの商品の方にはね、えー、ULANZI ですかね、えー、で、MT16 というものが取、えー、っておりました。こちらね、えー、と商品の概要欄に Amazon さんのリンクを貼っておりますので、まあ、そちらの方でね、参考にしていただければなと思っております。はい、じゃあこちら開封していきましょう。なんでね、これ,これ私買ったかというとね、 あの普通のね、緑棒と違ってねあの、こんな感じでね、えっと、今、後ほどね、これ開封してみせますけど、横にね、あの、マイクとかね、えっと、LED のね、小型のライトがつけられるね、あの、シューがついてるんですね。なんでね、えっと、こちら購入しました。じゃあ、えっと、今ね、開封しました。はい、商品についてはこんな感じですね。で、 あとはね、付属品はなんかね、シールが入ってますね。こんな感じで。はい、えー、シールが2つ入っておりますと。あとはね、説明書とか特にないですね。まあ、ないですよね。こんな、えー、自撮り棒だっ自撮り棒っていうかね、なんていうんですかね、こういうカメラのね、あの撮影の棒だったらね。はい、えっ、ー、と、今ね、開けてみました。えっ、ー、とね、一応ね、1、2、 3面のところに、えー、手の滑り止めとして、グリップとして、えっ、ー、と、こちらにね、革っぽいものが貼ってありますね。まあ、あの、フェイクレザーみたいなね、あの、皮みたいなのが貼ってあります。で、えっと、一番のね、ポイントがね、あの、よく、あの、こういったね、三脚になるね、自撮リ棒をね、あの、こう、手握ってる時にね、ここね、これ、あの、三脚、後ほどやりますけど、三脚になるんですけど、 これの噛み合わせが悪くて、結構これ持ってね、こうやってるとね、これがね、カシャ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 ね、噛み合わせが悪いやつがあるんですね。これね、しっかり噛み合わせておりますね。あの、全然ここがね、えっと、3つに割れるっていうね、感覚がないですね。で、一応こちらにね、先ほど私がスペルで言った、えっとね、ブランド名が書いてありますね。多分メーカー名がね、あの、私が言ったね、ビジムっていうメーカーさんで、 で、これがなんかブランド名なんでしょうね。よくわかんないですけど。はい、こんな感じですえ。ブランド名と型番書いてありますね。あとはね、特段お見せするところは、えっと、一応こちらにね、ダイヤルがありまして、これはね、こちらがね、あの、ボールジョイントになってるので、これをね、えー、っと、開け閉めしてね、こちらのボールジョイントをね、えー、閉めるって感じですかね。これで閉めるという感じですね。 ボールジョイントに関してはね、えっ、ー、と、今私がこう触ってる感じだとね、あの、緩めればね、えー、滑らかに動きますね。でね、完全に固定した場合はね、こちら、前のところ、ここも歩くね、穴が開いてまして、他は開いてないんですけど、えっ、ー、と、完全に固定したい場合はね、こちら、こう倒せばね、こんな感じで、はい、綺麗に固定されますのでね、その辺は使い、 撮影の時のね、使い方によって、えー、選択していただければなと思っております。はい、こちらが締めるやつですね。あとはこちらね、一般的なこれ、あのビデオカメラ用のね、えー、とネジと一緒ですね。で、この下のとこね、下の段のところにこちら締めるね、えー、一応ダイヤルが付いておりますという感じですね。えっ、ー、と、締めるってね、あの普通のカメラだとこれ回すと、これがこう縮んだり、あの、 閉じたりするんですけど、そうじゃなくてこれがね、これで回りますよと言った感じです。ただここにカメラを置いて回せば自然的にね、これがあのねじ込み式になっているんで、これでこうキュッキュッキュッキュキと閉まる感じになってますという感じです。あとね、今回の特徴はこちらね、あの横にシューが付いてるんですね。これ使い方によるんですけど、えっ、ー、と大きさはね、多分一般的なもんだと思います。 でね、これ何使うかっていうと、これカメ、えっと、マイクね、マイクであったり、あとこのね、同じメーカーさんで、えっと、先日の動画で購入したこのライトね、こちらにこの、あの、ついてるんで、これをこちらね、スライド、はい、こうスライドしてね、えー、こちら閉めれば、こんな感じでね、閉めれば、ほら、えー、ね、カメラの撮影の時ね、こちらにあの、ビデオカメラとか、あと私はアクションカメラなんかをつけて、 で、こちらでね、マイク、あとはこういうライトをつけて、あの、補助ができるといったね、えー、商品になります。はい、これ。これね、一般的なね、サイズですね。こちら。はい、こんな感じでね、えー、商品がなっておりますと。これ特徴ですね。あの、結構ね、この上のところのやつでね、こういうパーツでカメラをつけたり、えー、なんでしょう。 マイクをつけたりね、LED をつけたりっていうのがあるんですけど、このね、あの三角、この自撮り棒ね、自撮り棒みたいなやつに、これがね、ついてるっていうのはね、これ便利ですね。あとね、色合い的にやっぱりこのね、黒のね、シックな黒と、あとこのね、赤がね、えー、非常にね、シックでいいかなと思っております。じゃあ、あと最後の機能ね、えー、こちら、えー、三脚にするのと、あとこれ伸びるんでね、そこの方やっていきましょうか。 はい、えっとねこれ、開け閉めに関してはねもうこれ普通にこんな感じであの開いていただければなと思ってます。はいこんな感じですね。はいえー、っとね一応ね、ねこ,こプラスチックですねあの材質は全部プラスチックなんですけどえー、っとね安定してますね。えっとねちょっとさすがにあの大きいね一眼レフカメラみたいなやつ。 あと望遠がついてるね、レンズがついてるカメラは、さすがにこれね、安定はね、えっと心配だと思ってます。ていうのは、この部分がね、えっと、プラスチックなんでね、今はね、こうしっかりあのついてますけど、ここプラスチックなので、ちょっとさすがにね、大きめのカメラ、あの大きめの望遠レンズをつけているカメラはね、さすがにちょっとこれ、危ないと思いますま。そこだけね、あのご了承して使っていただければなと。 私の場合だとアクションカメラとかですかね。アクションカメラであったり、あとはね、ハンディのね、あの、ビデオね。ああいうあの軽いやつだったらこれね、全然問題なく使えますんでね。はい、そういう感じだと思います。あとはね、えっ、ー、と、これね、伸ばすのね。これね、特にね、えっ、ー、と、固定のネジはないんですかね。はい、こんな感じで。 伸ばすことができます。はい、こんな感じですね。えー、っとね、これ最大で何センチ伸びるんですかね。一応、後ほどね、えー、っと、概要欄の方には載せておきますけど、一応な、な長さはね、これ4段階ですね。1、2、3、4段階ですね。で、えー、っとね、これ特徴的なのはね、ここのね、ここはね、プラスチックじゃないですね。アルミですね。 あの固めの、ね、アルミ使ってます。で、こちらはね、プラスチックなんですけど、えー、っと、ここがね、しっかりねあの、マグネットがついていて、で、ここしっかりね、噛み合わせが、カチャンという風に噛み合わせがあるので、えー、っと、これね、この棒の部分は、えー、っとしっかりしてますし、あと、このシャフトの部分はね、ここはアルミを使ってるので、ここは安全かなと思ってます。これ一応ね、4段階になって、えー、っと、これ今ね、最大ね、 最大は、えー、っと、22.5センチです。でね、ここね、こことここの部分、合わせると、えー、っと、44センチって形になります。はい、50センチはないんですけど、えっと、全長ね、全長はこれ44センチになります。で、これ一段階、えっ、ー、と、例えば真ん中でですかね。 まあこれねちょっと難しいんですけどね、とにかくね、これ3段階に、あ4段階にね、えー、っと伸びて、この一つ一つね、一つ一つをあのきれいに閉じた場合なんですけど、44センチ、38.5センチ、2七センチ、33センチ、27センチという形でね、えー、っと6センチぐらいずつ刻みですね、これだいたい6センチなんですかね。 まあ6センチ刻みで短くなっていくという形になっております。はい。縮める時もね、こうなんでしょうね、はい、空気圧みたいな形でね、えー、閉じれますので、あの、程よい硬さですね。こう自撮り棒で持ってて、あの、例えばね、iPhone のね、13 Pro みたいな大きめの、ね、iPhone で撮影していた時でも、これ一応ね、こう、 自動的に閉じたの、短くなったりは多分しない硬さになっていると思います。はい。えっとね、一応前提はね、カメラとか、あとはアクションカメラ、あとは、えー、とスマホですね。その辺をターゲットにして使っていただければなと思っております。ちょっとね、それ以外のね、一眼レフ、 あとはね、ミラーレスのデジカメみたいなね、大きめのやつに関しては、ちょっと若干ね、不安がありますので、えっ、ー、と、こちらはね、そういった使い道で、えー、希望、そういうね、使い道を、えー、したいなと言ってる人が、えっ、ー、と、探している三,あの三脚になる自撮り棒だというふうに思っていただければなと思っております。はい、以上となります。まあ、こんな感じでね、えっ、ー、と、Amazon さんの中でね、まあ、簡単にね、 あの使える、まあ、あとお手頃で買える、ね、三脚、スマホ、アクションカメラ、あとはビデオカメラぐらいね、あとはデジカメも、ね、ちっちゃめのデジカメであれば、ね、大丈夫だと思います。そういったものを、ねえー、とこちらマウントして、えー、使いたいなと思ったときに、えー、どれを買おうかなと迷ったときはこちらの動画を参考にしていただければなと思っております。 以上となります。まあ、こんな感じでね、えっ、ー、と、アマゾンさんでね、購入を迷った時に参考になればと思って動画を、えー、出しておりますので、えー、引き続きご視聴いただければなと思っております。よろしければチャンネル登録、また高評価をいただければ幸いです。以上となります。えー、今日はね、こちら、三脚になる自撮り棒、お手,ごろお手頃に買える三脚になる自撮り棒の えー、開封レビューでした。以上となります。テレテレ百貨店、デルカイザーでした。バイバイ。